キャミューです、今回はちょっとお引っ越しについてのお話をしたいと思います。家にまつわるお話ですね。キャミュー、私は実はもう引っ越しがかなり多くて、今度は2月に引っ越しをする予定なんですね。またで今回はもうちょっと実家に一回帰るんですけど、ちょっといずれ東京に引っ越したいという思いで一時帰宅です。今度来月の引っ越しで実は14回目なんですよ。転職も多いけど引っ越しも本当に多いんですね。私自分がダメな人間なんじゃないかって思った時期もあったんですけど、キャミュー、なんだろう、引っ越さなきゃいけない状況になることが多いというか、ちょっとその引っ越した経緯をお話ししますと、高校卒業をして、病院の寮に入ったんですね。それで1回目看護学校に行ってた時なんですけど、まあ、学校を辞めたので必然的に病院も辞めることになって、で病院の寮を出て実家に戻りました。これが2回目。で実家から今度東京の渋谷に行きました。これが3回目。渋谷から今度池袋に引っ越しました。4回目。その時キララをちょうどやり始めた時で、で相方と一緒に近くに住もうっていうことになって浅草に引っ越しました。これで5回目。今度は、まあ、東京を出て実家に帰りますっていうことで帰ってきたのが6回目。で、実家から今度は結婚して出ました。隣町に引っ越しました。これで7回目。一応婿養子だったんですよ。なので、まあ、実家に帰るっていう話で、で、これで8回目。まあ、そこから離婚をしたんですけど、キャミュー。実家から今度は同じ市の隣駅に引っ越したんですね。で、そこからがですね、本当にこう引っ越さなきゃいけないような状況が重なったというか、そこが結露がすごくひどくって、子供部屋が北側にあったんですけど、かけてある服とかカバンとかカビだらけになったんですよ。あと布団もカビだらけになって、押し入れの中のものもほとんどカビだらけになったので、ほとんど処分をして買い直したんですけど、大家さんに言ったら、小さいお子さんがいるところはだいたいね、熱気で熱くなったりするので、そういう風にこう結露がひどくなるんじゃないんですかって言われて、えーってなって、もうじゃあうちが悪いのかと思って、玄関のドアの内側にもすごい結露で、もう外に流れ出るぐらい水がひどくって、1年目はそれで過ぎたんですけど、2年目の11月になった時にちょっと早めにそのカビ対策をしようと思って、北側のその玄関の下駄箱の中の靴をですね、ちょっとこうビニールとかで保護しようと思ったんですよ。下駄箱の靴を出したら真っ白になってるんですよ、私の黒いハイヒールが。えと思って、よく見ると動いてるんですよ。何これってなって、でよく調べたら、チャタテムシっていう虫だったらしいんですけど、どうやらカビを餌にする虫で、下駄箱の中のカビを餌にしたのか、その虫が大発生してて、でも下駄箱の靴は全部捨てました。よく調べると、チャタテムシっていうのが今度ダニの餌になるらしいんですよ。でこのままだと夏にダニが大発生すると思って、で一旦バルサンを耐えてバーって殺したんですね。で子供の部屋も、もう仕入れの中もその虫が大発生してたし、壁際にこう置いてあった勉強机も、もう横にびっしりその虫がついてて、もう全部処分して、もうノイローゼになりそうなぐらいで、バルサン耐えても数日でまた大発生するんですよ。で、そのうち南側の部屋までその虫がこう進出してきて、西側にあった私の部屋の化粧水のボトルとかにもついてたんですよ。でも、これはもう無理と思って、で、もう忘れもしない12月25日、クリスマスの日に慌てて引っ越したんです。キャミュー。ちょうど姉の住んでたマンションの隣の部屋が空いたっていうことで、もう本当にすごい勢いで引っ越しました。そこがまたね、後でそれを知ったんですけど、その住んでる時は知らなかったんですけど、不思議体験というか霊体験がすごいたくさんあって、どうやら姉の家とうちの私たちが住んでる部屋の間に霊道があったらしいんですね。まあそれはまたちょっと別の動画でお話ししようと思いますけれども、その後引っ越しをして、今度一戸建てに引っ越したんですよ。また同じ市内の。で、すごくおしゃれだし、いいお家だったんですけど、そこがまたね、お化け屋敷になったんですよ、途中から。で、それでもうちょっと怖くて住んでいられない。引っ越したんですけど、姉のところからその一戸建てに引っ越したのが10回目、その一戸建てから実家の近くに引っ越したんですけど、それが11回目。一戸建てから今度実家の近くに引っ越したんですけど、それが12回目ですね。もう分かんなくなってきたな。12回目です。で、そこから今のところに13回目で引っ越してきました。実は東京に引っ越したいという目標ができまして、で、母親も
一人なんですよね、今。年末ももう寂しい寂しいって言ってて、で、娘とね、まあ、ああ、お兄ちゃんも出てったし、一旦ちょっと実家に帰ろうかっていう、まあその引っ越し資金を貯めるという目的もあるんですけど、数ヶ月にはなると思うんですけど、一旦実家に行って母と一緒に暮らそうかなということで、今度14回目の引っ越しをします。この間引っ越し屋さんの見積もりに来てもらったんですけど、14回目って言ったら、もう引っ越しのプロですねって言われたんですよ。確かにすごい引っ越しを何回もしてるので、もう引っ越しのたびに物を捨てるんですけど、なぜか物がまた増えるんですよね。もう断捨離に目覚めたので。ゲミュン。まあなので、そういうことで、今度14回目の引っ越しをします。引っ越しの時には、様子とかも動画にしたいなと思うんですけど、自分の天気とか、そういう時って引っ越しをしたりするみたいなんですよ。私結構、そう思うと、人生で天気多すぎね。14回ですよ。で、また今度、そこから東京に行くってなったら15回目になるし、人生で何回引っ越すのかなと、ちょっともう、楽しみになってきました。賃貸じゃないとダメなのかなと思って、同じところにずっといられない人なんですよ、多分。きっと私はそういう性分で、そういう生き方なんだろうなと思ってます。ということで、引っ越しについてのお話をしてみました。それでは、またね。バイバイ。